今週は日本の秋を代表する花、菊を紹介します。菊は種類が多く、形、サイズ、色はいろいろとあります。小さな花びらがたくさんあり、品のある花です。菊を育てることを趣味にしている人も多く、秋には花の出来栄えを 競う大会が全国各地で盛んに行われています。また菊は日本を代表する花でもあります。例えば菊は皇室を表す印で日本のパスポートには菊の絵が大きく描かれています。さらに50円硬貨やいろいろな勲章、 議員バッジにもデザインされています和食で食用や料理の控えめな飾りとして使われることもありますこのように菊は日本または日本人のイメージを代表する花です